隠れ魔女はいっぱいいると見たよ。みんななんか明るく生活しているけど、そのうちなんか駆逐されるんじゃなかろうかっていうので怯えてそう。ね、怖いね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、それじゃあ今回はなんとね、村の中で魔女狩りが行われているというグリシーヌ村に行ってみたいと思います。あ、でも一応なんか全然怖い村とかじゃなくって明るい雰囲気の村らしいです。はい、ということでグリシーヌ村に出発。はい、グリシーヌ村に到着。いいね、緑がいっぱい。夢の世界へようこそ。あなたは今グリシーヌという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のグリシーヌの世界をご堪能遊ばせ。お、早速住人さん、どうも。新作入荷しました。ラナさん、村長さんやね。ラナさんはお菓子屋さんをやっていて、妹とお菓子屋さんを経営している村長さんらしいです。ここがそうってことかな。ほいほい、それじゃあお邪魔します。入ってすぐにあるんやね。入ってすぐというか到着してすぐ。お菓子屋さん、え、めっちゃいい。これ兄弟とかかな。兄弟、姉妹か、女の子か。これ友達同士とかかもしれんね。友達同士でクリスマスケーキどれがいいかなみたいな、ちょっと選び寄る感じの。お、そしてここはなんかちょっとあれじゃない、高貴な感じ。上品げなおじさまが紅茶を買ってらっしゃる。なんかそういう、なんかこういうね、なんか人がいっぱい寄る感じのところってさ、めっちゃなんかストーリーが、妄想がはかどる。カエルやカエル、看板。ことで左の部屋へ。かわいい。かわいい。ここは外で食べる用のところかな。いいね、いいね。私はちょっとコーヒーとかカフェオレが飲めないので、かき氷の方をいただきましょうかね。この季節ちょっと寒いけど。でもね、最近のこの季節でも全然氷系のアイスとか、わさわさ買って帰るよ人がおるけんね。まあ、好きな人はやっぱ食べるよね。言うだろうが。はい、そして、奥の部屋へ。厨房とかかな。お、すげえ。これはパーティー用？結婚式用とかかな。お、パティシエさんですか。いいね、いいね。絶対これイベント用やんね。何かしらの式典用に。用意されたやつ。どうやって運ぶんやろ。え、絶対これさ、塔の高さより高いけんさ、出せんよね。どうやって出すのだろうか、気になる。はい、そしていって。で、そして、2階へ。お、2階は、ラナさんの自室っていうことかな？かわいい。妹と一緒にお菓子屋さんをしよるって言ったけど、一緒に住んのんかな？ダブルベッドやし。じゃあ、ここで姉妹揃って寝るとかいう、超絶仲良しな感じ。そして、この、やっぱり緑に囲まれた部屋。緑に囲まれた部屋作る人多いよね。素晴らしき。やっぱみんなあれだよ。癒しを求めてるんだよ。はい、そして地下へ。お、地下はちょっと落ち着いた感じの雰囲気。てかちょっと怪しげ。え、何？何かちょっと怪しい実験みたいなことされてない？大丈夫？ねえ、なんか確実に怪しい薬作るよりよね。何？どうしたの？え、この辺の本とかもさ、薬のための本。黒魔術とかやってないよね。黒魔術。
はい、そして。ちょっと、到着してすぐに、村長さんを見つけてしまったからこっちに来たんだけれども、こっち側？到着してすぐのこっち側に、イガエイが。これは、男の子と女の子かな？アジアの青い服。アンデルセンな服。アンデルセンな服があれかな？なんか、スカートタイプとかそういうことかな？わからんけど、私はこっち側で行ってみます。とりあえず。なんか向こうズボンあるし。はい、それじゃあ、お着替え。じゃーん。ぼさぼさ頭ではあるけれど。ぼさぼさ頭ではあるけれど、こんな感じです。さあ、そしてね。地図の左上の方に、もう手持ちのアイテムが、ん？何これ？何て書いてんやろ？何語？日本語じゃないよ。英語ではないよね、これ。グロサリーストア。グロサリーストア。ここは、どうもどうも。リコリス、影蒸し焼きナウ。ナウ。ここ、グロサリーストアは、食料品店らしいです。で、これあれか。読み方がね、ピオリディエキノチオらしいです。イタリアとかその辺の言葉かな、多分。多分。あれ、手持ちアイテムがこの辺かな。と、赤い風車と、シャボン玉にしよう、私。はい、それじゃシャボン玉を持っておきます。よきよき。よきよき。はい、それじゃあ食料品店、お邪魔します。外にいたリコリスちゃんは狩りが大好きらしいです。ね、トカゲを焼いてるぐらいだからね。これのことかな。めっちゃ温まってるけど。いいね、いいね。食料品、これなんか、調理済みのものも置いてあるやん。自分用かな。調理済みのものはちょっとあったから自分が休憩中に食べるみたいな。はい、右の部屋。これや！こっちや！トカゲ蒸し焼きナウ。めっちゃ蒸し焼かれよるー。超絶焼かれよるー。綺麗ね。そういう使い方が。めっちゃ普通な感じの子やったけど、超野生的よね。でもなんか若干あれかな。発光が野生的ではあったんかな。てかそっか、この村、明るい雰囲気ではあるけど、その設定として、あれやん。魔女狩りが行われとるって言ったけど、さっきの、あれじゃない？ラナさんの家の地下であったやつ。あれは、ラナさんなのか、妹の方がなのかはわからないけど、多分、実は魔女っていうことなんやない？隠れ魔女みたいな。いいね。月が。月が、ちょっとなんか物悲しい雰囲気だけれども。ここで、月を見上げて、何かを思うのであろうか。リコリスちゃん。これは？もともとある壁紙？書いてるやつ？なるほど！あれ、ライトなんや。普通に壁紙の一部だと思ったよ。すげえ。なるほどね。そういう、すげえ。はい、それじゃあ、地下へ。地下はなんか意外と和風だった。めっちゃ和風やん。ちょっとびっくり。これ自分たちの部屋かな？そういうことかな？この本。この本あれよね。ラナさんの家の地下にもあったよね。これも何かしら、魔女に関するものやったりするんかな？関係ないんかな？実はこっそり、この家でも、みたいな、ない？
ないっすか？なんかそういうの想像してしまうよね、いろいろと。あ、かわいい。なんかかわいい。なんて言うんやろ。なんかこう、上半身は和っぽいのに、下半身は、なんか普通の今時のっていう感じよね。はい、それじゃあ。あ、どうもどうも。あ、まあ、野生的ではないか。野生的ではなかったか。なるほど。そう。次、3軒目の家に行きたいんだけど、3軒目。じゃ、こっち行こうかな。お、あれは。Don't arrow witch。Don't arrow witch。どういう意味やっけ？あ、なにこれ。花？花かな？この旗の模様。かわいい。てか私さっきからさ、これめっちゃかわいいなって思うようやけど。この花のやつ。あ、これもかわいい。いいね、いいね。よきよき。なんかさっきからこういうね、公共事業のやつとかもすごい。お？あ。なんて書いてんだ？ Beware Witch？ 魔女のだ、魔女のだ。あ、てかこっちも読めるか。Don't arrow witch。 魔女を許すな。アロー許す。なるほどね。魔女を許す。すげえ、なんか明るい雰囲気なのに。魔女出没注意。お、この辺りに魔女が出てきたりとかするんすか。いや、待って、じゃあもしかしてこの先のこっちとかに魔女？ん？でもなんかすごい豪華な感じの雰囲気のとこやね。なんかめっちゃ豪邸っていう感じがするけど、どうなんやろ。お邪魔します。住人さんは家かな。あ、教会だ、教会。あ、住人さん、家の中じゃないな。そして、神父さん。いいね、めっちゃ綺麗、おごそかな雰囲気。よきよきだわ。はい、それじゃあ、左の部屋へ。お、左。ここは何か受付？教会とか行ったことないけん、どういう感じなんかが私にはよくわからんねえけど。あ、ここで何かがもらえるんかな？あれか？なんかこう、なんて言うんやっけ？なんて言うんやっけ？懺悔室みたいなやつ？違うかな？そういうのあるん？実際も。はい、そして右側は、ここは多分、普段神父さんがおるところなんじゃないかなと思う。神父さんってなんかこういう、なんて言うん？現実味をあんまり感じんけんさ、なんかこういうところって不思議な感じがするけど。あ、でも魔女狩りが行われとる裏で、神父さんってなったら、この人たちはやっぱ魔女の敵なわけよね。いや、悲しい。魔女側悲しいよ。お、でもなんか、なるほど、これは、え、これは神父さんの爪？あれかな、なんか、教会でお祈りしよる間に子供を預けとく場所とか？あ、でもベッドとかあるけん。普通にこの家の子供ってことかな。そしてまたしてもあの本がある。あの本に何かしら謎があるような気がするんやけど、気のせいかな。そして二つ対になったクマちゃん。そして絵を描く少女。何かしら事件の匂いをする。事件の匂いがするけど。まあ、あの、音楽的にもね、部屋の。はい、そして地下へ。お、地下は、無音っていうのもやっぱり不気味やね。ここはなんか、貯蔵庫みたいな感じ。
これなんか神様への捧げ物みたいな。なんかちょっと洞窟っていうのがちょっと怪しげな雰囲気を醸し出しとるけど。そしてここの住人さん。あ、いたいた。どうも。オルテンシア、ミサに来てくださいね。ミサっていうのは礼拝ってことよね。このオルテンシアは、まあ、あの神父さんの娘で、この教会で父の手伝いをしているらしいです。どうなんやろ、なんか、こう、神父の娘で、まあ、父の手伝いをしているのだけれど、実はちょっと隠れ魔女みたいなことはない？あ、すごい、ハート！見てこれ、ハートや。かわいい！ すごーい。なんか、それでちょっと子供部屋が怪しげな感じあったりとか、で、なんかね、みんなの家にもあったようなあの本があったりとか、まあ、あの本が何の本なんかはちょっとわからんけど、どうも、タラちゃん、あら、あなた見かけない顔ね、なんてね。グリシーヌ村の観光客？ようこそ、グリシーヌへ。どうもどうも。なんてね。ハンナちゃんがいるらしい、この村には。これは、カメよ。ニックナ、ニ、なんて読むやろ。ニックナックスかな？カメよ。カメよ、雑貨屋さん。やさおかよ、住人かと思ったじゃねえか。住人さん歩いてるって思ったら。あ、綺麗。浜辺もめっちゃ綺麗なんだけど。いいね、いいね。はい、それじゃあお邪魔します。お、いたいたいた。どうも。ビオラちゃん、小銭を拾いましたわ。小銭 このビオラちゃんは、庶民派な宝石姫らしいんだけど、庶民派すぎないかい？小銭を拾った。これは、どうするの？交番にでも届けちゃいます？これ何？下に落ちてるの。なんか、最初鉛筆とかかなって思ったけど、違うんかな？何これ初めて見たんだけど、かわいい。あ、すげえ、マトリオシカが。マトリオシカがなんかリメイクされとる。できるんやね。これはいじれない。なんか、繁盛してるね。めっちゃお客さんおるやん。え、すげえな。雑貨屋、こんなに人がいるものなのか。素晴らしいわ。はい、それじゃあ左の部屋へ。左側。ここでなんかお裁縫とかをするっぽいね。これは？あれなの？リオラちゃんがやってるの？女子力。女子力。手作り品を売り寄るわけじゃないよね、別に。ほい、そして、2階へ。チワワを飼ってるのね、いいやん。そしてめっちゃお金持ちそう。あ、そっか、あれはね、庶民派とはいえ、宝石姫って、宝石姫らしいけんね。やっぱこうやってお金持ち、なんやね、お金持ち、小銭を拾ったとかそんなこと自慢してちゃダメだよ。でも何？そういう小さなことからコツコツと、みたいな。コツコツ、小銭を貯めていってたら、なんか、財を成しました、みたいな。ほい、そして、地下。地下は、なんかやっぱり怪しい感じだな。ねえ、だいぶ怪しいよね。宝石がいっぱい置いてあるけど、どうなんやろ？でも魔女関係あるんかな？謎だ。あったよ、この本。こういう風になんか隠されて置いとるっていうのがまたね、怪しいよね。絶対なんかあるよ、これ。絶対魔女に関する本だよ。でもって、隠れ魔女はいっぱいいると見た。隠れ魔女はいっぱいいると見たよ。みんななんか明るく生活しているけど、そのうちなんか駆逐されるんじゃなかろうかっていうので、怯えてそう。ね、怖いね。お邪魔しました。
なんかそういう魔女っぽい雰囲気は全然醸し出されてなかったけど、魔女っぽい雰囲気、実際はどんなんかよくわからんもんね。まあ、漫画とかでなら見たことあるけど、なんかその通りの印象のものじゃないかもしれんし。ドルチェ。これお菓子屋さんってことやね。あら？あ、こっちか。あ、綺麗。めっちゃ綺麗やん、ここ。ほら、ハイビスカスの道ができとる。ハイビスカスの道を通ったらお菓子屋さんやったんや。誰か、カッター飴落としてるよ。大丈夫？アリとか寄ってくるんじゃないの？あ、これ何気にあれ？十字になっとんかな？十字マークとハートってこと？ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこういう何も知らんくっても楽しめるけど、とかにちょっと設定があるよみたいなのも面白いね。